はい、というわけでやってまいりました、いきなりね高速道路からスタートいたします。今日はね今から京都の方に向かいます。私ね神戸に住んでるんですけども、片道これ60キロぐらいあるのかな。 OK ホンダ、あと何キロ？で今電気自動車を、運転しているわけなんですが、今ねガソリンが結構高騰してきましたよね。レギュラーガソリン165円とか、ぐらいです。そうなってくると結構ガソリン車どうするべやみたいな感じで考えますね。皆さんねやっぱりそろそろ電気自動車気になってる頃じゃないですか。ハイブリッドでもね結構燃費が良くて、ガソリン車から、ハイブリッド乗り換えようって思ってる方も多いと思います。それよりもねやっぱ電気自動車はもうやっぱね内燃式が、なくなっていくということで、電気自動車選ぼうかなっていう方も多いかと思います。で、先駆けてね私電気自動車乗ってるわけなんですけども、だいたいね私の車で、燃費計算、これね燃費じゃなくて電費なんですよね。それでいくとだいたいガソリン車に換算すると結構ね実は走るんですよね。だいたいね、1リッターのガソリン入れる計算で、約40キロぐらい30キロから40キロぐらいね走ります。それを考えるとかなり経済的なんだなっていう感じはしますね。しかもあれですよ、急速充電、一回ね入れるのが税別で480円ですね。480円の、急速充電、2回入れてだいたい満タン近くなるかなっていう計算ですね。それでだいたい1リッターね40キロぐらい走るという計算になります。いやかなり燃費というか電費がいいんだな電気自動車はっていう感じがしますね。でマンションとかやっぱ急速充電だけで運用してる方はやっぱりその時間急速充電するのにやっぱ30分ですね。ことでやっぱガソリン車はね5分ぐらいでやっぱ給油できますよね。その辺がやっぱメリットデメリットという感じであるわけなんですよね。残りね充電がね 22%。 OK ホンダ、あと何キロ走れる？ということでね、まだね目的地まで十分走れるんですが、やっぱりねちょっと不安だなと。残りやっぱ 20% とか切るとなんか変にドキドキしてくるんですよね。なのでちょっと余裕を持って充電したいなということで、今から、高速道路の、中にありますのでそこで充電していこうと思います。ちなみにね今ACC と LKS ハンドルがね補助してくれます。本当はね手をこう離してはダメなんですが、こうほら今ちょっと触れてるんでね、これでもうずっとねまっすぐカーブずっと走ってくれます。で足もねプランとしててね本当に渋滞があってもブレーキ踏んでくれるし加速もしてくれるし本当にね長距離楽なんですよね。これね別に EV だからといってこの機能がついてないっていうわけじゃないんですよね。最新 の, ガソリン車でもこういったね機能が、いいやつはついてますのでぜひともね皆さんそういうのを選んでくださいね。本当に楽だわ。はい、桂川、パーキングエリア今から入ります。でね自動運転解除した方がいいです。急にね速度40キロまで落とさないとダメなんで、自動運転に任せきりだとねちょっと危ないので、手動に変えました。ブレーキ踏むと勝手にね解除になるんですけどね。EV ステーションどこでしょうね。ありました、青い看板があります。あの黄色いやつかね、あれもワット数によって結構溜まる量が変わってくるのでいいやつだったらいいけどな。90キロワットとかねいいのたまにありますんで。誰か止まってるよ。
ってますね。これ1台だけここ、うん、ちょっと並んどこうか、うん、はい、並んどきます。いやー、こういうことがあるからね、ほんと困っちゃう。やられた。よし、これでチャージする。急速充電今からします。結構ね、急速充電のこれほら重たいんですよね。ガチャリンコと、はい、これロックがされた状態で充電が始まります。これね、ホンダのカード、はい、充電できます。今12時31分です。21% からの充電です。何パー溜まりますでしょうか。いいよ。美味しそうやな、うん、やっぱこういうの楽しいよな。ホンダいいというわけで、今コロッケ食べながらね、ここ高速のパーキングエリアで充電しながらコロッケ食べながらしております。こういうの楽しいよね、やっぱね。はい、今ねちょっとお腹すいたんでコロッケと、危ない、唐揚げが、唐揚げ買ってきました。唐揚げ1個こぼしちゃって、うわ油まみれになってるね。えもうそんな感じで、まあこの30分の充電の間結構楽しめることあるんで、まあ、高速だったらね、なんか無駄に買い物しちゃってね、その充電台よりこっちの方が高つくみたいなこともありますけど、いや楽しいですよね。ね、待ってる間に結構ねやることあるんですよ。動画編集、私ね動画編集よくしてます。iPad mini 最近買いましてね、これでよくやってます。でうちの妻がね今横で、これは何？あつ森？スイッチであつ森してます。はい。のど自慢はロマンスの神様が優勝しました。1時、もうすぐ終わるな。ちなみにね、今 76% 溜まりました。21% からでしたので、55% 溜まりましたね。平均電費は 7.2kWh ですね。あと168キロ走れます。これね 16.35kW、 はい、今終了いたしました。あとね、地味にマナー、これね片付けない人結構いるんですけど、こういうところにねちゃんとね、よし、ちゃんとこうやって片付けとかないと踏んじゃったりしますんでね、たまにね、そういう時ね結構大きな事故になっちゃうので気をつけてくださいね。では高速の方へ戻ります。いや、お腹も膨れたし充電もできたし最高ねっていう感じで、いや、やっぱね楽しいですよね、こういった旅はね。旅というか、まあ京都行くだけなんですけど。 OK ホンダ、あと何キロ走れる？余裕ですね。まあこれでもう今日は充電しなくて家まで帰れます。はい、京都に着きました。今から烏丸御池の駐車場に止めようと思います。そちらね、コンセントがありますので、はい、駐車場、地下駐車場入りますね。おじさんが掃除してる。ゆっくり入ります。およそ300メートル右方向です。コンセントどこにあるんやろな。 EV ステーションの場所ね、本当分かりづらいですよね。ここねかなり広い駐車場なので、もうちょっとね表記ちゃんとしてほしいわって感じなんですけど、ちなみにね地下2階にあります。さっきねちょっと発見したんですけど、ぐるっと今一周回ってますね。いや、ほんまに広い駐車場。2G の01、あ、なんか1台止まってる、あ、これじゃん、電気自動車充電する、あ、これやな。なんとね、 EV ステーション、実はねこれ2つ充電器あるんですけど、1つはこちらアウディさんね今使ってました。で、
実はね、見てこれ。これ充電器はあるんですけど、コードがね、ないんですよ、コードが。私ね、ちょっと、実家の方に 200V のね、電源コードを置いてきたんで、車に今積んでないんですよね。なので、今充電ができないということですよ。これコード、ね、このパターンもあるんか。いや、皆さんお気をつけくださいませ。あ、ちなみにね、充電時間最大で60分ってなってるので、まあこれちょっと置きっぱなしっていうわけにもいかんのか。ね。その辺も結構ね、不便ですよね。200ボルトだったらね、もっとね、長い時間駐車場止める可能性があるんで、その辺はどうかなと思いますけど、いや、なかなか不便だわ。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